今年で一期生とともに着任いたしまして、7年目を迎えております。昨年度ですね、中高一貫コース一期生のですね、進路実績といいますか、東京大学工学部への推薦入学、名古屋大学、大阪大学等のですね、結果が出たこともございまして、1回目の学校説明会からですね、出席者数が出席組数比で昨年比 1.91 倍から出発しまして、直近でですね、1.75 倍ぐらいの出席率になっておりました。先ほども話申しましたが、本日はですね、新型コロナウイルスの感染拡大が再び心配される中にもかかわらずですね、本日のプレテストに関しましては268名、昨年比で申しまして91名増という申し込みがございました。先ほど集計いたしますと、事前欠席が7名、本日当日欠席が6名でございましたので、実質ですね、255名の皆さんにですね、ただいま受験をしていただいております。誠にありがとうございます。年明けのですね、1月16日に予定しております前期入試でございますが、今日のプレテストと全く同じ時間帯でですね、このプレテストの設問形式、内容等をですね、十分意識した問題を作成しております。本日ここに来ておられる皆様方、前期入試をですね、受験していただける方ばかりではなくてですね、中期日程で考えておられる方も多々あるかと思いますが、本日のですね、教員からの説明、また生徒2名のですね、発表等をお聞きいただいてですね、一人でも多くの方に前期入試からですね、ご受験をいただければというように切に願っております。どうぞよろしくお願いいたします。本中学校のスタッフの数でございますが、中高一貫教頭、それからコース主任とコース副主任の3名ですね。さらに各学年は学年主任1名、それから担任2名、副担1名、計4名です。3学年で12名。従いまして、合計15名がですね、担当をさせていただいております。また、本中学校のホームルーム教室でございますが、本館の2階にございまして、横並びで我々中学教員の職員室もございます。昼休み等ですね、教室の様子、しかも低学年ほど職員室に近い配置をしておりますので、教室の様子がですね、本当に手に取るようにわかる、そういうような配置になっております。で、8時15分からですね、朝学が始まりまして、夏場は6時5分にスクールバスが出発します。冬場はですね、月曜と水曜の部活の日がですね、日が短くなりますので、17時30分にバスが出発するということになっております。朝から晩までですね、本当に職員と生徒は接する時間が非常に長いというところが本校の非常に大きな特徴ではないかというように思っております。で、今日は職員からの説明、そして2名の生徒の発表ですね、いかがでございましたでしょうか。コロナ禍でですね、本当に中学3年生の沖縄修学旅行、それから高校2年生の東北への修学旅行、それから来年3月に予定しておりました2週間にわたるオーストラリアでの中3生の語学研修ですね、すべて中止せざるを得ませんでした。しかし、先ほど久保川コース主任の中からのですね、発表にもございましたように、すべての行事につきましてですね、現地とリモートで結びまして、いろんな取り組みをやっております。興味でいただいた形式もその一つでございます。例えば姫路研究でございますけれども、本当は5、6人の班に分かれてですね、夏休み7月の補習が終わって、補習を午前中やって、午後それぞれの企業とか現地へ出向きましてね、聞き取り調査をして、
それをまとめて発表するという形でした。今年はそれができませんでしたので、個人個人がですね、調べて発表しました。今日発表した西松屋の女の子は、一人で実際に西松屋行って取材をしてですね、それをパワーポイントにまとめて発表してくれました。まあ、そういうような形です。それから、例えば中学2年生の広島平和学士、広島へは行けませんでした。で、広島原爆ドーム記念資料館とですね、結びまして、4名のピースボランティアの方と、この会場で1時間半ぐらいにわたってですね、リモートで説明を聞き、そして質疑応答もいたしました。非常に有意義な会になりました。それから、沖縄修学旅行の中で沖縄平和学習をやっておりますが、それもできませんでした。沖縄世界塾というところとリモートで結びまして、同じようなことをやりました。私、両方ともですね、聞きましたですが、私自身が、あるいは生徒がですね、ハッとしたことを、具体的にご紹介いたします。原爆下で苦しみながら死んでいった多くの子供たちの口の中を開けると、ちっちゃな小石が残っていたそうです。そんな話を聞きました。喉が渇き、甘いもの欲しい中でですね、そのあたりにある石ころを舐めていた。涙を流す生徒がおりました。それから、世界の、いわゆる貧困状況を伝える話としてですね、沖縄平和学習で教わったのは、バングラデシュのですね、貧困層の子供、生まれて間もない子供をですよ、両親が片腕を切り落とすことが多々あるそうです。なぜでしょうか。まともに生きていけないので、子供に将来、物乞いをさせるためにね、新生児の腕を落とすそうです。まあ、そんな話を直に教わりまして、まあ、先ほど本物の一流の話を聞くんだという説明がございましたが、私自身その話を聞きながら涙が出ました。それから集大成としてですね、高校2年生がですね、9月にこの場で、修了研究の発表会をやりましたけれども、プロ科講主任から発表がありましたように、いわゆる心肺蘇生法の手順をですね、アプリとして開発してですね、それを発表してくれた生徒がおりました。感動いたしました。その中1の姫路研究からずっと積み重ねていく、そういうキャリアフロンティアでのですね、本校の本気の取り組みですね。それが、高2の9月段階で、非常に質の高い、パワーポイントでのですね、修了研究発表につながっていました。すべての人がそうでは、生徒はそうではありませんが、かなりの生徒がですね、非常に質の高いパワーポイント技術を身につけ、その素晴らしいね、内容の発表をしてくれたということをですね、会場で聞いておりまして、非常に嬉しく思いました。まあ、そういうような形でですね、今般のコロナ禍でにおきましてもですね、本校は様々な取り組みを続けているということをご理解いただきましたら幸いでございます。で、今回のプレテストがですね、ご縁で初めてこの会場に来ていただいた方もおられるかもしれません。できましたら、まあ、本校をですね、ご受験、引き続きご受験いただけましたら、本当に嬉しく思います。どうぞよろしくお願いいたします。それではですね、まあ、最後になりますが、2021年度入試に向けました今後のイベント情報をですね、簡単に説明させていただき、本日のお礼並びに閉会の挨拶に返させていただきたいと思っております。画面をご覧ください。まず、11月の28日ですが、第2回入学説明会並びにプレテスト報告会を予定しております。ここでは国語、理科、それから算数のですね、出題教員が来ましてですね、説明をさせていただきます。どうぞよろしくお願いします。それから12月の11日、これは夕方でございますが、
姫路駅前の地場産ビルにおきまして、入試個別相談会を予定しております。それから最後、12月24日の木曜日でございますが、入試直前授業見学会並びに個別相談会を予定しております。引き続きどうぞよろしくお願いいたします。最後になりますが、本日は本当にご対応の中ですね、このように多くの皆様方にご出席を賜りまして誠にありがとうございました。心より御礼申し上げます。